MC 後には n o イエ s を披露しましたムービングに乗る3人は笑顔で客席に手を振り紙吹雪が舞う中で歌った「花びらが舞う日に」では平野と神宮寺が向かい合って歌う場面もありました結成からわずか8ヶ月 n ーアンダーライン I はその独自の存在感を示し音楽界に新風を巻き起こしています初の単独公演 No.O.Ring ーーの感想を経て 彼らは新たたな一歩を踏み出しましま平野翔、神宮寺裕太岸裕太の3人によるこのグループはファンの期待に依頼ながらもそれを超えるパフォーマンスを披露し続けていますこの公演では18日から3日連続で昼夜の慶六公演が東京有明アリーナで開催されました各公演では15曲最終公演のみ16曲が披露され そののすべてが観客の心に深く刻まれまれしたステージ上には大きな松の木が鎮座し客席には桜の花びらが舞い降りるという日本らしい情景で幕を開けました特に19日の昼公演では低音が体中に響き渡る中平野神宮寺岸の3人がリング上の舞台装置から登場しました 火花が散りながら下に降りるというダイナミックな演出のもと OK コンプレックスが始まりましたダンサーに囲まれた3人はクールなウィスパーボイスで歌い終えステージ上に降り立ちました彼らはそれぞれ ILY’s ファンの総称絵の重いとこの公演への意気込みをラップに乗せて表現し富士に突入しましたステージ上を縦横無尽に動き回り騎士が高速ラップ 平野はリズム感たっぷりのフロー、神宮寺の低音の効いたリリックを披露しました。レーザー照明が臨場感たっぷりに飛び交ったデビュー曲のゴートでは、ダンサーと共にキレのあるダンスを見せました。MC になると、一気にわきあいあいな空気感が漂いました。平野は上階の観客に向けて、結構、ちゃんと見えているからね、と呼びかけ、 騎士は序盤の撮影可能パートが終了したことを受けて、僕たちだけを見てくださいね、と甘く呼びかけました。神宮寺は会場を見渡し、こんなにたくさんの人が来てくださって、改めてたくさんの人に応援していただいていると再認識できます、と感謝の言葉を伝えました。MC 後には、ノーイエスを披露しました。ムービングに乗る3人は笑顔で客席に手を振り、 吹雪が舞う中で歌った「花びらが舞う日に」では平野と神宮寺が向かい合って歌う場面もありましたクールでワイルドな序盤とは一転して爽やかで甘い歌声を観客に届けましたその後も大人びた色気を感じさせる「Is it to me」柔らかな声でバラード「愛」などさまざまな表情を見せましたロング MC のコーナーナでは、 3人が屈託のない笑顔でやり取りを続けその流れで歌った「バナナ」「テイク・イット・レージ」で穏やかな時間を作りソロダンスコーナーへと移りました最初に登場した神宮寺はダンサーと共にダイナミックなダンスを披露し騎士は映像と連動した格闘技や武道を思わせる力強いパフォーマンスを見せましたソロで登場した平野は ビーートに体のの動きをを合わせる関係のあるあパフォーマンスを展開しましたその後ダンサーが合流し平野自身が振り付けを担当したダンスパートに入りステージセットを使って素早く人数を入れ替え全員でのフォーメーションダンスを披露しましたそして炎の演出とともに「盆」を歌って踊り「ブロー・ユア・カバー・レイン・オ・アール・シャイン」とジャジーな楽曲を連続で披露しました 再びゴートをパフォーマンスし、盛り上がりは最高潮に達しました。アンコールに入ると、3人は客席に手を振りながら、ミッドナイトシティを届け、しっとりと歌う夢の続きでエンディングへ。それぞれが感謝の言葉を伝え、盛りだくさんのライブを締めくくりました。元トキングプリンスの3人は、2023年5月22日をもって同グループを脱退しました。平野 ジャニーズ事務所現スマイルアップを退所し7月7日には2人がジャニーズ事務所元副社長の滝沢秀明氏が設立した戸部に合流したことを発表しました岸は10月15日に戸部に合流し平野神宮寺とともにナンバーアンダーラインアイを結成しました彼らはスタッフとともに楽曲やミュージックビデオ作りにも携わり わずか8ヶ月でオリジナル曲による単独公演を実現しましたライブ終盤には全国7カ所を巡る初ツアー n o 1 i l i v e ツアー r 2 0 2 4の開催とフルアルバム No.1 のリリースが発表されましたこのツアーは今年の10月から12月にかけて宮城福井兵庫福岡北海道愛知埼玉で開催される予定です ステージの生演奏は CD やテレビの音源とは全く異なる体験でした重低音が響き渡り観客席にまでずしんと伝わってきました照明スモーク花火ペンライトのキラキラと歓声が一体となりその中でかっこいいとかわいいの総攻撃を受けました帰ってからもあそこ見損ねたこうすればよかったと他人のレポートを見ながら後悔しましたが 一度でもこの公演に参加できたことに感謝しています8月の配信が楽しみで10月からのツアーも非常に期待していますこのセットは本当に綺麗でまるで夜空の惑星のようでしたナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスはこれからもますます進化し続けることでしょう彼らの挑戦と成長をこれからも見守り続けたいと思います この公演を通じて感じたことは、彼らがファンを大切にし、その期待に依頼ようとする姿勢です。平野、神宮寺、岸の3人は、常にファンを第一に考え、その思いをパフォーマンスに込めていました。これからもナンバーアンダーラインアイの活躍から目が離せません。ナンバーアンダーラインアイの初の全国ツアーが発表されましたが、 このツアーがどのように展開されるのか非常に興味深いです。新しい曲やパフォーマンス、そして彼らの成長を間近で見ることができるこのツアーは、ファンにとっても大きな喜びとなるでしょう。また、プルアルバムナンバーワンのリリースも待ち遠しいです。このアルバムがどのような作品になるのか、どんなメッセージが込められているのか、期待が高まります。 彼らのパフォーマンスを通じて感じたのは音楽だけでなくその背後にある努力や情熱そしてファンへの感謝の気持ちですステージ上での輝きはそのすべてが結集した結果ですナンバーアンダーラインアイの未来にはまだまだたくさんの可能性が広がっています彼らの成長を見守り応援し続けることができるのはファンにとっても大きな喜びです この講演を通じて私たちは彼らの新たな一面を知ることができました。彼らのパフォーマンスは常に進化しており、その度に新たな驚きと感動を提供。してくれます。ナンバーアンダーラインアイのメンバー一人一人が持つ個性と才能が結集し、これからも多くのファンを魅了し続けることでしょう。彼らの挑戦はまだ始まったばかりです。 これからもナンバーアンダーライン I の活躍に期待し応援し続けたいと思いますこのようにしてナンバーアンダーライン I は初の単独公演を完走し新たなスタートを切りました彼らの成長と挑戦を見守りながら私たちもその一部となることができるのは非常に貴重な体験ですこれからもナンバーアンダーライン I の活動に注目し応援し続けたいと思います 彼らの未来に期待を込めて次のステージを楽しみにしています。あなたもこの新しいアイドルユニット n バーアンダーラインアイに興味を持ちましたか彼らのこれからの活躍をどのように予想しますかあなた自身の感想や期待をぜひ共有してください。n バーアンダーラインアイの物語はまだ始まったばかりです。 これからも彼らと共に新しい音楽の世界を探索していきましょう。